おはようございます、ミクトバとコーヒーの時間となりました。感謝いたします。はい、では早速コーヒーをいただきます。今日は、7月の15日、海の日でお休みですね。時間は8時15分になろうかとしています。ちょっと5分早いですけど、はい、湿度は、まあ、90% 切ってますけど、26度ですね。外はセミの声が聞いています。今日までお休みですね。月曜日ゆっくりとしています。だいぶ喉の調子も少しずつ良くなってますね。はい、では今日の御言葉はこの3つですね。素敵な御言葉を紹介いたします。まずはちょっと色あせしていますけど、大好きな御言葉ですね。はい、あなたの伝道者の書11章の1節、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。伝道者の書11章の1節。はい、これはずっとデスクに、飾っておきましたので色あせていますね。もう20年かな、まあ、20年は経ってないですね。結婚してからですので、はい、身近になって自分のしていることの結果を早く欲しがる人がいます。計算高くて無駄に見えることには、手を出さない人がいます。しかし真面目に正しいことをしているならば、主はそれを放っておかれるはずはありません。無駄なように思えたことが、実を結ぶ日がきっと来るのです。今日の祈り、今日することがいつ答えられるか分かりませんが、主に信頼しながらベストを尽くします。感謝いたします。これを、私もモットーとしていました。はい、伝道者の書の11章の1節、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。伝道者の書の11章の1節。この YouTube もそうですね。結構厳しいですね。ある方が5年間は進歩して続けなさいということで、やっと5年間、進歩しましたけど、4000時間と登録数1000名超えましたですね。やっと5年目で5年過ぎたですね。5年経ってから、はい、はい、教会の話をしていこう。素敵ですね。はい、イザヤ書40章の18節、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。イザヤ書40章の18節。感謝いたします。もう一度お読みいたします。イザヤ書40章の18節、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。イザヤ書40章の28節。アーメンですね。はい、それと、命のパンですね。最初に英語を読みいたします。マテュー 10-13-7 Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind。マテュー 10-13-7。はい、日本版が、マタイの福音書22章の37節。思いを尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。マタイの福音書22章の37節。はい、では最後に英語ですね。マテュー 10-13-7。Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind。 はい、今日の、御言葉でした。はい、感謝いたします。はい、ではコーヒーを飲みながら、お別れをしていきたいと、閉じさせていきたいと思います。マスアートです。マスアートの、御言葉とコーヒーの時間でした。
マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回の、メクトパとコーヒーでお会いいたしましょう。マサトでした。シュガーネスパチャンプレジュ、シャロム、シャロム、シャロム。